メルヴィンは名を返したか。ブロム、俺は何者なんだ、教えろ。メルヴィンは人里離れた一軒家からさらってきたと言っておった。その家には病んだ夫と若い妻、赤ん坊のお前だけだったと。俺の両親は相次いで亡くなったと聞いた。むごいことに加担してしまった。幾人もの人間を勇気に変えた我らが浮き目を見るのは仕方がない。だがお前はかわいそうに。哀れみの目を向けるな。今さら哀れんだところで何になるというんだ。すでにこの手は血まみれだ。俺自身ですらこの身を哀れむ気にはなりやしないのに。オズワルド。震えが止まらない。死が怖いんじゃない。俺は愛する者も愛してくれる者もいない。生まれた意味などなかったようにこの胸を何も満たさず終わるんだ。それがたまらなく怖い。メルヴィン、お前の本心など知らなければ死に場所を得て満足のうちに命を終えることもできたのに。お前のために。だがもう何もない。不思議だ、こんなところに鳥が。なぜだろう、あの鳥。思い出せないが知っている気がする。あ、言ってしまった。幻か。だが俺には救いの光に見えた。もう一度見ればはっきりとわかるかもしれない。探そう。それが唯一俺の両足を支えるのなら。気が済んだか、オズワルド。聞かぬよ。お前の剣は契約によって私の力を帯びている。その剣で私を傷つけることはできない。幾人もその魔剣のために私のものとなった。今まで誰一人私のメガネにかなう者はいなかった。お前は別よ、オズワルド。何とも私を楽しませてくれそうではないか。だが逆らう気なら少しばかりしつけをしないといけないね。もがき苦しんで後悔するようにお前の臓物を書き出してやる。心配はいらない。飽きるまでは死なせないから。なんだ、いいところを。なんたら恥知らず、証拠にもなく。私の大事なオズワルド、聞くのよ。間もなくやってくる男をお前の手で退けてちょうだい。そうすればお前をいじめたりはしない。腹を裂くならするがいい。私のオズワルド、気に触ったのなら謝るわ。お願いよ、お前の身を蝕む風も外す。何も変わりはしない。支配するものが変わっただけだ。野心家から悪趣味な権力者に。
誰をやればいい？お前が剣を振るうにふさわしい邪悪な宝石泥棒。お前の名はさらに轟こう。魔王大ダインを仕留めた男として。剣を引け。わしは負けを認める。ここより去ろう。ここまでやっておいて助かる気でいたのか。戦いにそんな甘えが通用しないことを教えてやる。待て、妖精の女王に対する忠誠か。いや、俺はもうあの国とは関係はない。見れば死者の国にあってお前の命は失われてないではないか。なぜこの死の淵に落とされたかは尋ねまい。黒い剣士よ、剣を引くならばお前も冥界の外へ連れ出してやろう。わしは死の女王の許しなくここへ出入りする道を知る者。それともお前は死の女王の下僕となりここで朽ちるのが望みか。俺には使える主人などいない。その条件、飲もう。